ペドリこと、ペドロ・ゴンサレス・ロペスは、スペイン・サンタクルスでテネリフェ県テグエステ出身の、サッカー選手。FC バルセロナ所属。スペイン代表。ポジションはミッドフィールダー。カナリア諸島のテグエステに生まれ、地元アマチュアクラブの u d テグエステでサッカーを始めた。2015年に、フベントラグーナへと加入した。このクラブ在籍時の2018年2月には、スペイン本土に渡り、 レアルマドリードのトライアルを受けた。しかし、スカウトの目に留まることはなく、帰郷して UD ラスパルマスのカンテラで、プロサッカー選手を目指すことになった。ラスパルマスのカンテラにて1シーズンプレーした後の2019年、夏、当時トップチームの監督だったペペメルの要望により、若干16歳ながら、クラブと4年間のプロ契約を結んで2019から、 20シーズン開幕前のプレシーズンに帯同した。そのプレシーズンでもチーム一番の活躍を示したことで、プレシーズン終了後に、背番号28をつけてのトップチーム昇格が決まった。シーズン開幕戦となった8月18日の SD、ウエスカ戦にて、先発出場し、83分にピッチを後にした。9月19日、スポルティングで、基本とのリーグ戦にて、 後半17分、アルベルト・デ・ラ・ベジャのアシストを受けて、右足のシュートでプロ初ゴールを挙げた。このゴールによりペドリはクラブ史上最年少でのスコアラーとなった。2019年9月2日、FC バルセロナに2020年7月1日より加入することが発表された。2022年6月までの2年契約で、遺跡金は500万ユーロ。 2020年8月20日に正式に加入した。開幕戦のビジャレアル戦でデビューを果たすと、10月18日のヘタフェ戦で先発起用される。10月21日のチャンピオンズリーグ、フェレンツバーロシティシ c 戦では、クラブ史上3番目の若さで CL 初得点を記録。チーム最年少ながら卓越した、プレー判断とオフザボールの質、ボールコントロールの巧みさで、 監督の信頼をつかみ、デビュー2ヶ月で不動のスタメンへと定着した。チーム OB のアンドレスイニエスタも、18歳とは思えないとその才能に驚嘆するコメントを残している。2021年10月14日、バルセロナと2026年までの契約を延長したことを発表した。2019年から各ユース世代のスペイン代表で、主軸として活躍。 2021年3月には 2022FIFA ワールドカップヨーロッパ予選28歳でフル代表初招集。25日のギリシャ代表戦でスペイン代表史上6番目の若さとなる18歳1 0 2日で代表デビューを果たした。UEFA ユーロ2020ではスペイン代表の歴史において最年少出場記録を更新、全試合にスタメン出場。 若手最優秀選手にも選ばれた。ありがとうございます。